パーティーちゃんの今夜は何パー？何ですかこんな小さな部屋に閉じ込めて。結構大きいですよ。さっきからずっといたろ。ちょっと非常に申し訳ないんですけども、はい、まあ、毎基本的にパーティーちゃんの動画って、まあ、毎週土曜日に動画を投稿してるので、うん、いや、いつもありがとうございます。ありがとうございます。編集助かっております、本当に。お世話になってます。ありますね。で、ちょっと最近3人が忙しいっていうのもあって、今日は金曜日。うん。で、ちょっともう撮ってからすぐ出さなきゃいけない。素材がない。そう。うん、これ怖いもんで、誰も気づかなかったね。うん。この週の土曜に出す素材がないって誰も気づかなくて。あー。土曜に上がってることも知らなかった。あー。ちょっと、あ、じゃあ分かった。で、まあ、とにかく動画撮ると。動画撮る？これは俺も含めなんだけどさ、うん、ちょっと常々俺反省してたの、うん、告知しようやっていう、あー、 YouTube の動画上がった時、確かにいつも俺ね、はいはい、俺だけまず抜けよう、うん、このお罪から、うん、俺は、いや、クララも正直思ってたでしょ、タックンも、うん、告知しろやと、うん、正直だってさらばさんとか、うん、あんなにテレビとかいろんな告知あるのに YouTube も必ず告知してるし、うん、まあ、ほぼほぼやってます他の芸人さん、うん、告知してる？あのパーティーちゃんメモが書いてるなら告知してる。で、パーティーちゃんメモなぜか書いてませんよね、 YouTube の更新書いてるわ。いや、書いてるじゃあうちやってる。いや、で、俺あれなしだと思う。え、パーティーちゃんメモのあれって俺ズルだと思う。多分番組のスタッフさんもえって思ってると思う。え、ちゃんと番組の作戦宣伝用意した写真と か, 画像とか、あれは多分俺なし。逆にお前危険だぜ。逆にお前の命危険だぜ。なるほど、危険だぜ。そっか、まあいいよ、一回ちょっと番組とかではいろいろ置いといて、一回 YouTube、 これ一回じゃあ、はいはいはい、俺の罪軽くしてください、はい、俺は毎週土曜日にクララとタックンにごめんねって思ってた。ちょ、待って。はい、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 俺だけ中心系じゃなくて、超品にしてください。ちっこいよ。はい、これ多分嘘じゃないですか。一番罪重くない？いや、違う。確かに。だって、この提案しなかった。はい、はい、この提案した。この提案しなかったらもうみんな告知なかった。はい。いや、それがいいなら、はい、はい。うちは毎週土曜日に、クララとタックンの夢見てた。はい、死刑。まず一人目の死刑決まり。はい、一緒じゃん、はい、一緒じゃん、これ。ほら、お前裁判長の機嫌損なうの下手すぎねえ。いや、まあまあ冗談はさておきさ、はい、やりましょう。はい、告知ね、毎週土曜日、うん、はい、面白い告知しましょう、みんな頑張って。はい、まあ、最悪、まあ、うん、一旦ストーリーとね、まあ、X、 ああ X もやるか。リツイートでいいよね。あー、たっくんとかのとか、あのメモがあげて、いや、それでも全然違うから。いや、ダメ。はお前、自分きつくなるぞ。いや、俺は自分きつくなる。俺は苦手だ。けど、でもやろう。だって、やってるもん、みんな、他の芸人。確かに、あっちももっちりのやるんだよな。あ、え、そうだ。うわぁ、一番裏切りじゃん。すいません、もう自分に帰ってください。すいません、やりましょう。はい。本当申し訳ない、せっかく2人が頑張ってさ。そうだね。あと、このチャンネルもっと盛り上げていかないと、うん、ちょっと常々忘れちゃう。俺たちは大切、なんか近くにあるものを忘れちゃわない？わかる、うん、家族の挨拶とかないがしろにしちゃったり、おはようとかおやすみとか、ね、ありがとうとかさ、うん、もう、まあ、最初の冠ですよ、我々の YouTube。 そうだね。なんか偉そうにしてたわ、すいません、本当に。なんかごめんなさい、うん、なんか腹立ってきた自分に、うん、飽きそうだもん、なんか今俺。いいよ、調子次第じゃいけるわ。ダメダメ、今日調子いいから泣けないけど。じゃあ、その日編集上げたその日に日付変わるまでに告知しなかったらどうする？そういうのやめましょう。そうだよね。なんか違うじゃないですか。もうやめましょうや。それってさ、だから分かってるから言ってんの、もうこれでノーカットで。いや、ね、あ、でも、あ、待って、あ、私こいつらと一個だけ違う、こいつらより抜けてるとこ一個言っていい？はい、彼らが上げてくれた動画チェックしてます？
まず俺から行く。そうだ、お前こと守るから俺に任せる。なんで仲間なの。俺に任せる。お願い。俺と信子はね、二人のまず選手に信頼をまず置いてて、そう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 。で、あとやっぱこのプロとして撮った素材のままお届けできるクオリティをな、うんうんうん、やってる漫画な。あとあのほら、あでも YouTube に上がった時に見るのが楽しみだったりするんですよ。わかるね。いや、フラゲで見る楽しさももちろんあるし、そのね、もちろん信頼はしてるよ。けど人だからそのミスはするわけよ。これをチェックをするっていうのは大事な仕事の一個だと思うんです。なんか別の議題でこいつのこと責めろ。なんかねえか。なんかねえか。ヒョンジのおかげで助かってる。そうだよね。あるよね。お前。お前車ギリ出せえけどな。お前の車ギリ出せえ。ギリ出せえぞ。出せなくねえだろ。出せえよ。なんだお前。お前なんかギリ出せえよ。だから飲んでんだよ俺らも。次の移動の時とか飲んねえだろ。いや乗せたくねえし、別にお前らなんて。出せえ。別にあと信子結構乗ってるしな。おまタバコ吸える、あの車。かっこいいよタバコ吸えるの。でも髪も吸えたらかっけえけど、こいつなんか電子だろ。ほんとだ。髪吸えたらこいつマジかっけえと思う。そうだ、ほんとだ。中途半端なんだよ。お前は誰の何なんだよ。お前嫌われるぞ、友達ゼロになるよ。まあ確かに曲がりました、見ます、それは、うん、事故をな、そう起こさないためにも何重もチェックあった方がいいかな、うん、そう、もちろん私が見逃したやつもあるから、そしたらマネージャーが見てくれてそこ見つけてくれるし、うん、マネージャーが見逃したら私を見つけることもあるし、うん、人がいっぱいいた方がミスがなくなるんじゃないかなって思うよ。はいはい、やることばかりでしょ、ね、チェックと告知。最悪っていうのよ。ちゃんとやりましょう。はい、本当に。あとなんかある断罪、断罪 YouTube 関係、 YouTube 関係。もう一人編集いたじゃない、鈴木さんっていう作家さん、うんうんうん、で、まあいろいろあって抜けて、うん、あの、まあ多分ちょこちょこ動画でも名前出してるよね、うん、し、映ったらあの、へこき選手権とか、あ、うん、食い逃げ選手権とか、うん、まあある種、後入りだけど、うん、だいぶもうリーダーに近い存在だったもんね、うん、正直、まあ、元先輩だったしね、確かに、そうそうそう、うん、ちょっとこのチャンネルの精神的支柱だったじゃない、うんうん、で、まあいろいろあって抜けて、うん、それはそれは気まずい抜け方したんですわ。なんか人間を見たんですわ。そんなことない、まあ、めっちゃ泣いてたよ。すごい人だったよ。泣いてたね。泣いてたよ、めっちゃ。本当にいい人なんだって思ったよ。うん、まあちょっとで、今日たまたま久しぶりに会ったんですよね。うん、でなんかまあいろいろある、まあ、あれなんですけど、そのさ、俺やっぱもし来れるならさ、帰ってきてほしいよね。いや、帰ってきてほしい、うんうん、だからなんかさ、鈴木さんいつ帰ってくんのって言った、もうちょい待っててって言ったじゃん、うん、まあもちろん適当に返してるけどさ、うん、なんかちょっと期待しちゃった。そうよな。いや、でもうちその言葉に嘘はないと思う。本当？帰ってくる？ちょっとがいつなのか分かんないけど、でもいつか、いつか。本当はあの人関西人だよ、適当なこと言うよ。関西人ってそうなの？そうだよ。あの時あれなんか危険な痩せ方してたもん。確かに。もしかしてだけど多分薬やって、やばいよ、やばいよ。もしあっちから入ってくるとか言ったら一回その尿検査とか。確かに確かに。どう、帰ってくれ、来てこれるなら帰ってきてほしい。いや、帰ってほしい、ね、正直ね、うん、ありがてえもんね、うん、はい、間違いないです。どうにかなんないかな。やべ、あと1分15あるわ。なんかトークテーマ、短いトークテーマ、あ、トークテーマ、なんか懐かしいこと言おうぜ。懐かしいこと、タイルシール、うおうおぉ強マジかよ。あとおはじきシールもあった。やめてくれよ。どうしたいんだよ、うちは。なんだろう、あれなんだっけ、なんだっけあれ。なんかたまにない YouTube とかでさ、懐かしいものバーッと紹介して、30代がなんとかみたいなやつでしょ。あるある、90年生まれの懐かしいやつ。ひもきゅう、
あーめっちゃないよ。え、多分なくない？育休なくなったんだよね。あれだよ、場所によって味違うですよ。そう、てかもうグミだよね。だっけ1メーター20と1メーター10センチみたいな、なんか、ソーダ味、コーラ味みたいな、なんかしましまになってるよね。あれもうないかもな。あれないんだよ、廃盤になった。あーわー、食べたかったな、ひもきゅう。ひもきゅうやばいな。あ、あれはなんだっけ、ロールガムみたいなやつ、アメリカンのガム。やべ、終わりじゃん、バイバイ。